中島谷智次郎は、北海道釧路市出身のアイスホッケー選手。ポジションは、ディフェンスマン。左利き。アイスホッケー世界選手権に、日本代表として5回出場している。180センチメートル、83キログラム。釧路市立北中学校から、サスカチュワン州のノートルダム高校に進学した。高校卒業後は、 サスカチュワンミジェットトリプル A リーグの年間ベスト DF に選ばれている。日本アイスホッケーリーグでは1990年の第25回から国土に所属しプレーした。29歳となった2000年には NHL のナッシュビルプレデーターにトライアウト参加しプレシーズンマッチにも出場した。2003年日本製紙クレインズに移籍。 2003年11月22日の日光、アイスバックス戦で、左膝じ帯を損傷し、手術を行うこととなった。2006から07シーズンには、アジアリーグアイスホッケー、全日本アイスホッケー選手権大会の2巻を獲得、翌シーズンより、クレインズのコーチに就任した。クレインズでは通訳も兼任している。大きな体を活かした、フィジカルプレーで活躍した。 スカパーで2011年のスタンレーカップファイナル第2戦の解説を信田健二と共に言っている。ありがとうございます。